アービング・フィッシャーは、アメリカ合衆国の経済学者、健康運動家である。フィッシャーは、貨幣数量説を復活させて、物価指数の初期の提唱者の一人となったほか、フィリップス曲線や無差別曲線への重要な貢献を行った。フィッシャーの分離定理を提案したと言われている。また国際フィッシャー効果及び、フィッシャー方程式も彼にちなんで名付けられたものである。 フィッシャーは最も初期のアメリカ新古典派経済学者の一人であり、最初の有名な米国経済学者とされる。フィッシャーの父は教師であり、改宗派教会の牧師であった。息子のフィッシャーは自分が社会の有益な一員であらねばならないと信じるように育てられた。フィッシャーは数学的能力と発明の才能を持っていた。彼が イエール大学に入学を認められた一週間後に、彼の父親は53歳で死去した。しかし彼は大学を続け、主に家庭教師によって、自分同様彼の母親や兄弟を援助した。1898年、フィッシャーはイエール大学の教授であり、幸福な結婚をして、まだ2歳にしかならない二人目の子供がいたが彼が、結核に感染していることが発覚した。 彼の父親はこの病で死亡していたのだった。療養所で3年過ごした後、フィッシャーはさらに大きな勢力と健康運動家としての第二の職業で仕事に復帰した。世間には彼は健康と衛生に関する著書、いかに生活すべきか、最近科学を基礎としたる健康的生活法の初規則で知られるようになった。彼の健康運動の用語とジョギングの促進と赤身の 肉の機械は彼を変人として際立たせ、そしておそらくは彼の真面目な経済学者としての権威を弱めた。彼はまた革新的な優勢学者だった。フィッシャーは途方もなく多作の著作家であり、成功した1920年代と不審の1930年代に第一次世界大戦の諸問題を語る専門書や新聞雑誌を生み出した。 セオリーオブインタレストアズ・ディターミンドバイインペーシェンスツースペンド・インカム・ p p o オポチュニティツーインベスト・イット1932本ではイエール大学で3年間にわたってフィッシャーの指導を受けた高木千次郎慶応義塾大学教授が1910年から彼の理論を紹介し始め、川上はじめ、高田康馬、神戸正夫、山崎角次郎など様々な学者と論争が行われた。 鶴重と近代経済学の群像社会思想者現代教養文庫1993年132ページ鶴重と近代経済学の群像社会思想者現代教養文庫1993年133ページ田中秀臣日本型サラリーマンは復活する日本放送出版協会 NHK ブックス2002年138ページ 浜田孝一、アメリカは、日本経済の復活を知っている、講談社、P263。高木千次郎ビブリアグラフクルデータベースオブ、KO エコノミスツ。ありがとうございます。